今、世の中で一般的に使われている3種類の磁石。この3つは、同じ大きさであれば、このような順に磁力が強くなる。このことを確認してみよう。まずは、このフェライト磁石にクリップをくっつける。サマリウムコバルト磁石は、フェライト磁石よりも磁力が強い。そんなサマリウムコバルト磁石よりもネオジム磁石はさらに強い。だが世界最強と言われるネオジム磁石にも意外な弱点がある。それを露見させるためにこんな装置を作ってみた。まずアルミでできた板の上に3種類の磁石を乗せる。次に糸につながったクリップを磁力を使って引っ張り上げ、空中に浮かせる。そしてアルミ板の端を熱してしばらく時間を置く。すると一番炎から遠くにあるにもかかわらず、ネオジム磁石のクリップだけが落ちてしまった。もう一度見てみよう。5分を過ぎた時点で、すでに一番右のネオジム磁石のクリップだけ、少し糸がたるんでいるのが観察できる。そして熱を加え始めてから5分20秒経った時、クリップが落下した。実は磁石はある温度に近づくにつれ磁力を失っていく。この温度はキュリー温度と呼ばれ、ネオジム磁石は他の磁石に比べてキュリー温度が低く熱に弱いのである。このため世界最強と言われるネオジム磁石も高温な環境では使うことができない。ニムスでは現在、キュリー温度近くまで効力を失わない新しいネオジム磁石を作る研究を行っている。未来の科学者たちへ、ニムス。